皆さんこんにちは。野田生命栄養学研究所の野田です。今日はですね、チョコレートの話をしたいと思います。いつも長くなってしまうのでワントピックだけ。チョコレートがですね、僕毎日大好きですね。毎日よく食べてるんですね。チョコレートはですね、嗜好品の中でもそこまで、ものによってはアンヘルシー、不健康ではないものの類でですね、チョコレートは体に悪いと思ってるの実は勘違いだったりするかもしれません。食べれば食べるほどいいってわけではないんですが、チョコレートってのはすごい極めてですね、特殊なお菓子ですね。まず一つは発酵食品なんですね。カカオっていうのは、カカオから加工してカカオ製品を作る上でですね、一回発酵させてるんですね。で、発酵が持つ栄養素を作るパワーとか微生物を作るパワーっていうのがあります。ただですね、そのここでデメリットとして、カビ毒の生物最強の毒ですね、アフラトキシンとか混入している場合があると言われているので、これは他のナッツ類も一緒なんですけど、そこは質には気をつける必要があります。ただメリットとしては、ものすごくカカオってのは大きい。カカオポリフェノールってよく言うじゃないですか。あれは基本本当に抗酸化能力がすごい高くて、数ある食品の中でもかなり抗酸化の力でいうと、生化学レベルでいうと、高い抗酸化能を有しています。それこそスパイスと同じぐらい、そのフルーツとか野菜とかより抗酸化力が高いっていうデータもあります。ただあんまり医学的なエビデンスってわけではないですけどもね、あとですね、テオブロミンっていう特殊なアルカロイドを持っていたりとか、あるいはギャバですね。ギャバは大きいですよね。もうギャバのメリットっていうのはかなり科学的にも明らかになってきて、ガンマアミノラクサンかな、ガンマアミノブチリックアシッドって言いますけども、記憶力を向上したり、リラックス作用、精神作用があって、睡眠の質を向上がするってことで、スポーツ医学とかのところでもバリバリ使われている。ギャバは僕意識してますね。高ギャバ食をかなり実践してます。玄米がやっぱそう、発芽玄米ですね。発芽した玄米とか、あと、そばにも多いです。とわりそば。これも、発芽とわりそばってものによってはあります。食べれます。食べたい人はちょっと僕に聞いていただければ、詳細をお送りしますが、あとは、そうだな。あとはミニトマトとか、ものもあったりにも多いですね。トマトは傷つけて一晩置くとギャバがアップしたりします。で、やっぱ、カカオなんですね。だから僕は朝、たまに出してると思うんですけど、YouTube でココアドリンク、オーガニックココアドリンクを作ってですね。ただしチョコレートは砂糖が入ってるんで、ココアパウダーとかカカオパウダー、カカオとココアもちょっと違うんですけどね。カカオからカカオバター、油分を除いて水に溶けやすくしたのがココアです。でココアの方が基本的にはおすすめですね。オーガニックココアでアイハーブで結構安いものがあるんで、それをお湯に溶かして、豆乳使ってミルク使ってもいいです、人によっては。僕は使わないですけど、お湯に溶かして、で朝のタンパク、コラーゲンを入れますね。コラーゲンペプチドパウダーを入れて、あとあれですね、ラカンカ、甘いもの、砂糖、エネルギーにならない砂糖を使って、たまには、蜂蜜で少し甘くしたりして、健康的な、飲んだ方が体にプロテインチョコドリンクを飲んだりします。あとカカオパウダー自体あれプロテインですからね。めっちゃタンパク多いですから、はい。なので、それを使う。ただですね、どうしてもですね、お湯と、ココアと、ラカンカだけど、本当に甘いカカオ汁って感じなんで、どうしても美味しく食べたいときは僕はチョコレートを入れたりするんですね。そう、チョコレート自体は食べれば食べるほどいいってわけじゃない。カカオはめっちゃいいですよ。カカオとココアはいいですけど、チョコレートはやっぱりどうしても加工して砂糖も入れてる。ただ砂糖が入ってないチョコがあるんですね。これは、たまに僕さらっと紹介してるんですけど、これよく買いだめしてるアンジュのチョコです。これわざわざこのワントピックで紹介するの初めてかもしれない。これです、アンジュ、アンドユーでアンジュですね。これは大学生の、医学部系の大学生がですね、作ってる、全部天然素材で作ったかな。カカオマスとカカオバターとアーモンドとココナッツとチアシード、ポピーシード、結構栄養価の高いものを集めてですね、あときな粉とか抹茶とか昆布とかまで使ってます。あんまり変な添加物とかも全然入ってないです。で、てんさい糖を使ったもので、これてんさい糖使ってないですよ。で、これ砂糖全然不使用のチョコなんですけど、結構うまいんですよね、これ。フルーツとかその植物由来の糖はちょっと入ってるんで、これが甘みがしてすごいです。これ今も毎日いっぱい食べてます。別にこれね、食べれば食べるほど体に、これは結構ね、食べれば食べるほど体にいいものに入るかもしれない。で、チョコ好きで、でもダイエット興味ある人は、ぜひアンジュのおすすめします。
ただですね、嗜好品はやっぱ食べるじゃないですか、なんだかんだ。僕もパンすごい好きだし、ラーメンも週に1回ぐらい食べてるしラーメンと半チャーハンとか食べたりするしですね、外食では結構好きなもの食べるね。好きなもの毎日食べまくってますよ。まあ、よくね、どんな食事してんですかってすごい言われるんですけど、僕の毎日の食事見たら普通にやばいと思いますよ。めちゃくちゃカロリーも取ってるし、もう好きなもの外で食いまくってるし、今日もまあちょっと都心出てたので友達と、久しぶりに中尾に行きましたね。中尾行って昼なんだったっけ、あ、昼は僕の友達がやってるコオロギラーメンですね。コオロギを出汁を160匹今日使ったラーメンで、コオロギも乗ってる、麺にもコオロギが入ってる昆虫食のレストランが浅草橋アントシカタにあるんで、それの1周年記念で行ってきた。昆虫食で、ずっと3歳の頃からやってる友達がいて、まあ、そこのラーメンも超おすすめですよ。あの浅草橋のアントシカタです。話しとれたわ。で、そうそう、まあ、そんな話めちゃくちゃ食うんですよね。でも定期的にファスティングして腸内環境を良くしてるし、まあ、運動もしているんで太らないですよね。今ちょっと太ってるんですけど、この前もコンテスト優勝しましたけど、3日前ぐらいまでラーメン食べてましたからね。普通に何の制限もしないし、体重すら測ってないし、普通はって感じでやってるんで、肥満とかって基本ね、栄養不良なんですよね。肥満ってカロリーの取りすぎとかじゃなくて栄養不良なんです、代謝不良なんですよ。だから結局ね、カロリー制限しても治らないです、食生活とか生活が改善しないと。だってどうせダイエットでこう繰り返しじゃないですか。だから健康になるっていうのはまず、まあ太っているのでと感じている、肥満であると感じているのは、それを、改善する一つの方法ですね。まあ、という感じで、好きなものを楽しむ、好きなものを楽しんで、美味しいものを食べて自然に生きて、美味しいかつヘルシーですからね。ヘルシーは美味しいですからね、今日。っていうものを実践していく上で、やっぱこの食の選択っていうのは大事です。はい。まあでも、コーヒーと一緒で、チョコレートは体にいいと言われたり、体に、そんな良くないと言われたり、いろんなデータがありますけど、結局は物によるんですよね。アルコールの話でも、前回の動画でも言ったと思うんですけど、酒が体に悪い、アルコールは非常に毒っていうのはあるんですけども、結局ですね、扱ってるものが違うと研究結果も出てこない。チョコレートだって明治のそこら辺に売ってるものと、こういった自然素材だけで作ってるもののチョコレートの人の健康、食べてる人の健康度と全く違うわけです。というわけで僕はチョコレートアンジュのこれをおすすめいたします。結構いいですよ。でこれ今日ちょうどですね、交渉してきて、これの起業家に、社長に、僕が、これはね、僕の野田生命医学研究所の会員のですね、特典に今後はしたいと思いますけど、とりあえず僕から、僕が特別な割引クーポン発行できることになったので、これを見てる皆さんはこれ安く買えます。 2,3 割引ぐらいで買えると思うんで、ちょっとコメント欄に詳細入れようかなと思ってるんで、食べたい人はぜひ見てみてくださいね。アンジュすごいですよ、美味しいです。これをなんだっけ、話すと飛んだね。カカオドリンクこれ結構溶けるんで、溶かしてやるんですよ。僕はこのノンシュガーをいつも買って定期便で買ってるんですけど、シュガー入りもやっぱ人気で美味しいです。天才糖ですね。でも僕のノンシュガー超いいですよ。これ全然チョコレートとして美味しいですもん。でも逆にね、ギルティーフリーすぎても全然なんか食いすぎちゃうんですけど、みたいな感じで、カカオはいいですよってことです。ココアを取りましょう。アイハーブで安く買えます。そう、ココアを、何よりやっぱり僕がファスティングしてるっていうのも、僕は全然痩せたいとか何もないんで、全然肌が綺麗になりたいも何もないし、まあデトックスはもちろんしたいんですけど、やっぱ頭が良くなりたいですね。かつてのヒポクラテスもソクラテスもみんな哲学者は、これはもうエビデンスの話はないですけど、出てないですけど、やっぱりの思考の質を高め、記憶力を高め、同じ時間で最大の効果を出していくために、脳の質を上げていった。それがやっぱ一つファスティングなんですね。ファスティングによるケトン体の代謝だし、オレクシンによる覚醒作用なんですね。定期的にデトックスしてクリアにしていくと、脳も変わっていく、思考力も記憶力も作業能力も上がっていくし、何より人との出会いとか縁が変わってきます。基本的に僕らは波動を発して波動を感知してやってるんで、こういう話をするとスピリチュアルっぽくなりますけど、出会いの質が変わったりとか、人生選択の質が変わるんですよね、ファスティングすると。だからいいんですよ。だから僕の周りもファスティングやった人はどんどん運気が上がっていくし、僕もファスティングを始めて、そしてファスティング指導して始めて、どんどん収入も上がって、自由の経済的にも自由になっていったし、こうやって自由に誰にも縛られず生きてるわけですね。週に、まあ、4,5 時間ぐらいしか働いてないしね、まあ、もうちょっと働かないって生活やばいなと思ってるんですけど、ここにいたら働き失せてしまうので、
みたいな感じですね、うん、こういった感じでワントピックでちゃんとね発信をおろそかにしないようにしたいと思ってます。はい、長くなりましたが、今日はチョコレートの紹介でした。で、おすすめのチョコレートですね。カカオパウダーはアイハーブで、結構比較的いろいろオーガニックのを見てみてください。チョコレートは今のところ砂糖を使ってないチョコはあんまないんで、このアンジューの砂糖を使ってなくて美味しいってないじゃないですか、あんま 100% で。100% のチョコってまずいじゃないですか。僕大体 85% のやつが好きで。あ、チョコレートもう一つおすすめはね、チョコレートフロームヘブンっていうあれベルギーのやつかな。のドミニカだったっけね、カカオ豆は。わかんないですけど、チョコレートフロームヘブンの 85% のオーガニックフェアトレードチョコがあって、それめちゃくちゃ美味しいです。85% ハイカカオの中でっていうか、もう、もはやチョコレート全ての中で美味しい。85% だからうまいと思えるのがチョコレートフロームヘブンっていうのがあるんで、紹介どっかで、インスタかなんかでやったことあると思うんですが、それも探してみてください。ヨドバシとかで買えます。ヨドバシ .com とか。ただですね、これ2、3ヶ月待ったりするんですよ、品薄で。だから僕いつも20枚とかまとめて買ってお客さんに売ったりしてるんですけど、それぐらいうまいです。ただ、もういつもクレームもらいます。うますぎてあれ買っちゃったみたいな、チョコレート食べてどうしてくれるんですかみたいな、ダイエット中の女性に言われるんで、あんま買わないことをお勧めします。あれも僕もめっちゃ食っちゃうんで、もう買わないようにしてるんですけど、これはもう超ギルティフリーなんで、アンジューのチョコレート、チョコレート好き、甘いもの好きな人ぜひ試してみてください。安く買いたい人僕に言ってくださいね。こんな感じで今後も有益情報を出していきたいと思います。野田生命栄養学研究所の野田でした。また見てください。チャンネル登録と高評価もお願いします。どうもありがとうございました。